どうも、ホークタイのバンジー。また何かめんどくさいミッションが。なんか、だるい、うん。元気が出てきた、かも。君に認められてるっていうのなら、まあ、素直に受け取ってあげてもいいけど。本気。 出しちゃおうか。装填、構え、照順、ばーンさて、休憩時間だ。精度、射程、相談数。頼もしい銃だね。う、ん。始めるとしようか。体調だから休憩時間が特別に長くなったりすることはない あ、そっか。ないか、はあ。じゃあ、休憩に入ってもいい<ー>また面倒ごとクロム隊長なら基地で待機してるはずだよ。次のミッションの出発まで、あと5分あるし。 地球を取り返してパニシングに勝つ。素晴らしい目標だね。求められれば必ず応じよう。全てが思い通りになる。これは誰から聞いたのカムイ基地休憩室の位置は確か。うん、覚えた。 求められれば必ず応じる願望期は子供相手の設定だよ。君、子供なの僕の元気なところ見れないわけではないけど、そんな状況にならないといいけどね。え構造体が指揮官に合う夢を見れるかどうかってうん。見れるよ。 また会えたね、指揮官。えいつ会ったかって昨日の夜、寝る時だけど。って、ちょ、隊長やめてよ。冗談だよ。夢の中の話。夢の中。構造体には理論上命の起源はない。そして意識界に保存されている感情データは自然に増えていく。 まるで期限のない、果てのない夢のようなものだ。すごくない君がいるなら、目が覚めた後の世界も悪くないかもね。素晴らしい修復能力だ。いや、リーフのことじゃなくて、君のことだよ、指揮官。だるそうで元気のない僕が、いつになったら本気になるって今。 君に対しては本気だよ。君は僕自ら望む目覚めたくない永遠の夢。これは隊長の蔵書から借りた言葉でも寝言でもない。本気で言ったんだ。君がここにいるとなんだか変な感じがする。目を閉じるのが惜しく感じるよ。 もし特に用がないなら、休憩室に行ってもなんかめんどくさそう。僕、いつでもどこでも眠ってしまう体質かもしれないみたいで。まあ、そこまではさすがに。<laughs> 体調にあげればいいのそれとも噛むイ 僕に体調と手合わせをしていると、次第に本気になっちゃうから、エネルギー消費が増えた気がする。じゃあ、ありがたく受け取るよ。手加減してないよ。体を動かすのは相当のエネルギー消費が必要だからね。相手に起き上がって来られてもめんどくさいし。毎日抱きしめて寝る カムイから一体何をどのくらい聞いたの立派な目標を達成するのはともかく、周りをちゃんと守るだけでも十分難しいと思う。だから、レイヴン隊の指揮官、君はやっぱりすごい。僕にプレゼントしたものを他の人にプレゼントしないで。それをもらえるのは、僕だけ。 君を抱きしめて寝たらきっと気持ちいいだろうな。ん隊長、そういうことは言っちゃダメって別に変な意味で言ったわけじゃないよ。え変な意味ってそれは、欲しいものうーん。抱き枕、アイマスク、休憩ボットの強化バージョンと、 君。願望機、避難所、休憩ポッド。<laughs> ただ数えてみただけだよ。ある人に追加したい専属機能をね。今回のプレゼントも君じゃないの今の僕には、自分一人の長い眠りから目覚める理由がある。お返しは君の目の前だよ。うん。 このくらい高くて大きくて、見えるよね。<笑><笑>行動力が足りない。え、指揮官もどうやら指揮官もたまに休憩する必要があるタイプみたいだね。疲れた北隊の休憩キャビンに。 まだ空き場所があるよ。一年分の使用権僕が買って手に入れたんだから。君をじっと見てると、効果的に休憩できて、なぜだかエネルギーを補充できるんだ。どうやら霊文隊の指揮官とクロム隊長は同じタイプのようだね。おかしいな。寝たり休憩したりするのって、 世界一幸せなことじゃなかったっけ強制的に休憩時間に入るよ。おやすみ。僕の夢を見て、ね。約束してくれたし、今度は君に僕の願いを叶えてもらうよ。おやすみ。クロム隊長が来たら僕のことは見てないって言ってもらっていいありがとうね。うん 君が大事だ。なぜなら君が君であるからだ。君が大事だ。たとえその命に最後の瞬間が来たとしても。<laughs> 何でもない。これはクロム隊長の蔵書の一つの中からの言葉だ。うん、おはよう。こんにちは。こんばんは。 のどれかでしょう目が覚めて最初に目に入ったのは君だった。どうやら今日もいい一日になりそうだ。元気いっぱいっていうのも悪くないなって思えるようになってきた。だって、そうすると君と一緒にもっとたくさんの面白いことができるでしょいい夢。<laughs> うん。言い間違いじゃないよ。いい夢を。 目が覚めたら君がいた。夢に入ったら、また君がいた。僕の夢には君だけが出てきたんだ。困ったよ。ねえ、指揮官。寝起きが悪いっていう言葉、聞いたことある医療妨害は禁止だよ。はいはい。これ以上はやめて。期待検査をしてるのうっ はい、そこまで。おとなしくして。睡眠がたっぷりとれて、エネルギー補給も完了。珍しく体を動かしたい気分だ。はあ、さっさと解決しないといけないね。もう寝る時間だよ、君たち。長く眠れることは幸せなことだよ。激殺の時間だ。激殺する。 目を閉じて、安らかに眠れ。今回は眠るつもりはないよ。早めに寝れば、その分早めに。起きそうにないね。どうやら、いい睡眠が取れそうだね。補助、支援、目標、撃殺。急遽片付けないといけないようだね。 人の眠りを邪魔するやつを。ああ、疲れた。